これは当宿からのささやかなプレゼントです。よろしければコミュニケーションツールとしてご活用ください。クイーンズブラッド。現在、ミッドガルはかつてない危機にさらされています。魔鋼炉爆破事件、7番プレート崩壊に続き、ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が、0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。ドミノ市長と市当局は、シンラカンパニーの助言を得て、この竜巻は反シンラ勢力アバランチによる未知の兵器を使った攻撃であるという見解を発表しました。現在停戦中のウータイの関与も視野に入れて引き続き調査するとのことです。お客
客様が心地よく過ごせるように念入りに掃除しておかないと。掃除だけはうまいってブロードさんにも褒められたんだから。おはようございます。ご挨拶が遅くなりました。私はブロード、この宿のオーナーです。皆さんはすでにお出かけですよ。ああそうだ、バレットさんから伝言を預かってます。ネボスケのソルジャーさんよ、今日は一日自由行動だ。今のうちに装備の点検でもしておくんだな、とのことです。まずは武器屋へ行かれてみてはいかがでしょう。そうだな。それとクラウドさん、スキルブックをお持ちですよね。ああ。でしたらついでに本屋にも寄られてはどうでしょう。カームの本屋は由緒ある魔導書店の第1号店。確か初回はサービスしてくれるはずです。熟練の技能士がお客様の新たな能力を引き出すようにスキルブックをカスタマイズしてくれますよ。カームは素朴でいい街ですよ。ゆっくり観光なさってください。起きたか。よほど疲れていたようだな。俺を待っていたのか。感謝を伝えていなかったと思ってな。クラウドたちのおかげで北条から逃げられた。成り行きだ。だとしても恩は必ず返す。しばらくは一緒に行く。そうだ、装備の点検に行くなら私の装備品も頼む。わかった。偉そうな新入りだな。そうらしいな。あのタンク、思い出さない？ああ、約束した場所だ。あの時の服、お気に入りだった。ああ、水色みたいな、緑みたいな色の。いや、俺が早すぎたのか。一日前から待つのは早すぎたか。今日こそ告白するとなった気合い入れすぎたか。でも、週刊恋愛欄、モテ男モテ子には出会いを気長に待つべしと書いてあったし。ツアーが中止なんだ。カームへようこそ。なんて期待すんじゃねえぞ。現在は
画を発見。よし、神画をチェックするぞ。お手ない男同盟のために。その同盟、僕ら二人だけだけどね。カームに避難してきた。現在のモンスター注意報は危険警報状態だ。ミッドガル方面から流出した魔法の影響で。装備の点検は終わったのか。ここで何をしている。見張りだ。いつ神羅が来てもおかしくはない。さすが頼りになるな。褒めても何も出ないぞ。アバランチとウータイが組んで破壊工作してるんだろ。空気が上。アバランチ様のおかげで束の間の休日だ。おいおい、どうする俺。まずいぞ俺。まったが、プロの歌手になって成功したっていうのか。息子のポスターとミュージックディスクを見つけた。お店を見て。お姉さんがいつも人気のランで寄っちゃうんだよな。いらっしゃい、アイテム屋です。爆破事件、7番プレート崩壊に続き、ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。この市長と市当局はシンガーカンパニーの助言を得て、この竜巻は反シンガー勢力アバランチによる未知の兵器を使った攻撃。いらっしゃい、お客さん、信号だね。おう、
お早いお目覚めで。朝から飲んでるのか。酒じゃねえよ。祝杯はセブンスヘブンを再建してから。その時は俺がおごろう。そりゃ嬉しいね。じゃ、高い酒を仕入れとかないとな。長旅になりそうだ。準備はしっかりしとけよ。未知の兵器を使った攻撃であるという見解を発表しました。新社長就任の噂って知ってる？プレジデント。お嬢ちゃんは、おっと、新しい挑戦者が来やがったぜ。へい兄ちゃん、いっちゃバウトしていくか。このお嬢ちゃんは腹話術師のネネって言うんだ。ちょっとシャイだが、ここぞという時は大爆発する、絶賛成長中のバウターさ。舐めてかかると痛い目を見るぜ。
まあちゃん、負けちまったな。まあそんな時もあるさ。お嬢ちゃんは強えやつに挑んだ。そのチャレンジ精神を忘れちゃいけねえ。負けを恐れてちゃ強くなれねえからな。お嬢ちゃんの爆発しっかりと見届けたぜ。さあ一緒に遊んでくれた兄ちゃんにお礼を言いな。パイセン、ありがとうございました。なんですか、びっくりするじゃないですか。もしかしてクイーンズブラッドですか。やだな、見るからに強そうだもんな。怖いよ。あ、その顔、いきなり大人が泣き始めて呆れていますね。あ、僕は泣き虫のシェード、泣けば泣くほど強くなるんです。大戦よろしくお願いします。負けちゃったか。
でもたくさん泣いてすっきりしました。やっぱりストレス解消にはカードバウトが一番ですね。おやおや、あなたも相当なストレスを溜め込んでますね。顔を見ればわかります。大泣きバウトおすすめですよ。ぜひやってみてください。壁に囲まれていると安心するわ。私の壁を壊して入ってくるの。失礼な人ね。何？あなたもカームの壁を干渉しに来たの？それと私とクイーンズブラッドがやりたいのかしら。私は鉄壁のジーブ。カームの壁のように何事にも動じず凛々しく美しく守りきるカードバウター。私という壁にぶつかってただで済んだ者はいないわ。生半可な気持ちで挑戦するの。やめておきなさい。暗闇の守りが崩されるなんて、あなた何者？
薄々感じていたの。壁の中で閉じこもっているだけではダメだって。壁は優しく守ってくれるけど、いつかは乗り越えないといけないのよね。うん、決めた。今日からはあなたが私の壁よ。必ず越えてみせるから、覚悟してなさい。田舎だと思ってたけど。あ、クラウド、おはよう。ああ、何をしてるんだ。クラウド、探してたの。そうか。本屋に用事？あのね、その後、時間ある？塔の上、行ってみない？ああ、行こう。本当？やった！それじゃあ、入場券もらっておくから、塔の前で集合。それじゃあ後でね。いらっしゃいませ。魔導書店へようこそ。ん？お客さん、スキルブックをカスタマイズするのは初めて？スキルブックを強化するには、持ち主にそれ相応の知識や経験、能力が必要なんだけど、お客さんは大丈夫そうだね。早速やってみようか。最初はこんなもんかな。スキルブックは仲間との絆が深まることで、さらに力を引き出すことができるよ。また強化したくなったらいつでも持ってきなよ。今日はどうします？ありがとうございました。次は見晴らし通りのこの魔法タイプとハーブの。我らが魔法の視察団は渋い武器持ってるね。使い込まれた。いい色してやがる。ただそいつのポテンシャルはまだまだだ。しっかり整備すればもっと強くなるぜ。どうだい、手ほどきしようか。
いいね、輝きが増したじゃねえか。武器もにっこり笑ってやがる。これからも定期的にカスタマイズしてやるんだな。おお、せっかくだ、うちの商品も見ていってくれよ。そんじゃ、武器は大切にな。ガル、こっちだったよね。そのはずだ。ここから見ると小さいね。距離があるからな。ねえ、ティファと何かあった？うん、ほら、部屋同じだったから。何か言ってたか？特には何も。でも、わかる。幼馴染なんて、羨ましい。大切にしなくちゃ。
中探せ。行くぞ。おそらく。戦おうなんて考えないでくれ。町が巻き込まれる。逃げよう。ついてこい。私は味方だ。本家に知り合いがいてね。あんたもアバランチョ似たようなものだ。待て、私が兵士の気を引こう。君たちは上の足場を渡れ。宿まであと少し。気を抜くな。下で待っている。地下道が町の外まで続いている。今ならまだ待ち伏せはないはずだ。外に出たら近くの農場に私の知人がいるから頼るといい。それとこれを。
クラフト端末だ。共和国時代に作られた骨董品だが、アイテムクラフトができるようになる。よければ使ってくれ。俺たちを行かせて、あんたは大丈夫なのか？私もこの町も、神羅とはいろいろあって、正直、これが正しい道なのかは分からん。考えが変わる前に、さっさと行ってくれ。行き止まり？風が流れている。こっちだ。俺の出番だな。私なんかよりずっと強そう。そう見えるだけだ。だから人々は崩壊の予兆に気づかない。いろいろ教えてね。何が知りたいんだ？例えば荒野の歩き方？そんなの簡単だぜ。
俺のやり方はとりあえず歩き寄せ。行くぜ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 ！